定刻になりましたので、6.23 だよね、in 立川ウィル、in 東京ドームと行きたいところでしたが、ちょっとドームがねスケジュールの関係で抑えられなかったんで、まあ、立川ウィルさん、まあね、ドームが抑えられたとしても立川ウィルさんでやらせていただいたと思います。東京ドームの地下に立川ウィルがなぜかある。なるほど、というわけで今回、あ、まあ、もうちょっと10先マッチ、突発10先マッチということで、新進気鋭のファイ、キーなんたらファイターシンドロームさんと、ベテランファイター白松さんの、10先マッチを行います。ワンピー側 青コーナー、赤コーナー、ワンピー側シンドローム、シンドローム、でで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 、で、で 2P 側白松、でで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 、まあ、というわけでこんなことくっちゃべっててもしょうがないんでやっていきましょう。まあ今欲しくない情報が入りましたが、それはまあほっとくとして、でこの様子は、録画を、されて後日対戦会とは別の、やつでアップされると思いますんで、皆さんご視聴のほどよろしくお願いします。じゃあ早速始めていきましょう。あ、じゃあコインを1個入れてお願いいたします。まあ、基本的にメンバーチェンジはなしということなので、まあ、お金を入れてスタートボタンを押して乱入していくっていう形で、どちらかは 10回勝ったらそれでおしまいということになります。では、じゃあ準備ができたら、はい、お願いします。あとね、シンドロさんがまだちょっとこういうの離れをしていないのか、格ゲーで10作ってひょっとしたら初めて、あ、ミッドさんとやってるか、でまだね2回目ということで緊張がどこでほぐれていくのか、このね、もういずれ見られなくなっちゃう姿ですからね。あたいとやろうってのかい。というわけで、メンバーは、シンドロさんがザキ、白崎さんと、ヒョウと、お、ロイを入れてますね。これは2プラ要因でしょうか。対する白松さんは、V バツ、ブワツにエッジ、クロウ、これはもうおなじみのメンバー。あー、この着地、おう、着地狩りはうまく避ける。そうですね、これまあガチ10先ですと実況入らないっていうこともまあ結構多いんですけれども、燃え出す、やっぱりまだね知名度的なもん、おお、緊張がまだほぐれていないか。まあ、なかなか浸透度も、他の有名格ゲーと比べると高くないということで、何が起こってるかっていうのを中心にですね、まあ、説明的な実況はさせていただいた方がいいんじゃないかということで、負傷は私グラが、マイクを出していただいております。あんまりねちゃちゃ入れる系のは、じゃあまあなるべく控えるようにいたしますよね。体力的には白松さんが有利で、今の、状態で夜叉車を出してしまえば、出てしまえばさっきの状況ならザキ側に、返す手ではなかったんじゃないかと思いますが、まあ言ってる間に、白松さん V バツが1本選手、危ない、今のを地上くらいに持っていく、着地の瞬間に壊しを重ねると相手が地上くらいになるっていう現象があるんですが、それの名手である白松さんがまだエンジンがかかりきっていないか。この先ほどですからね、 V バツのジャンプ強キック、あれが非常にリーチが長くて、モーションも、クライモーションも長いんですね。あれをジャンプの折り際に巻かれていると非常につらい、ああいうことが起こってしまうんですね。余裕を持って地上の攻撃につなげられると、さっきもう1個やってジャンプ強パンチが通れば余裕を持って地上につなげられる。そしてこの、必殺稲妻眼光切りまでつなげれば、あとは、スタンチがかなり溜まっていますんで、ワンコンボ食らわせればピオリでそのまま勝利という、それがシンドロさんが一番狙いたい構図ですが、1戦目と、あっ、もうゲージ使わない、出なかった、あ、殺しきれない富田か。いずれにせよ0-2スタートという白松さんにとっては最高のスタートを、切りましたね。さあ、めげずにどんどんお金を入れて、まだまだね
先は長いですから、休杯するまでがあれですからね。始め、休杯しようが10勝すればいいわけですから、10先ですからね。さらにローキックが入って、おい、どう振り向き強パンチになったのか、あれは。おー、うまい、姿勢が低くなる技を放ってたはずなんですが、そのアーチ強パンチが、ヒットした。こうやってちょっと熱っぱなし、熱波でツタンチを回復するというのも、ザキを相手にするときのうまい、セオリーの一つですね。今のはシンドラさんうまかった。ザキのね、強パン、タチ強パンチからのタチ強キックは距離によって外れてしまうんですけど、今それを省いて前強パンチを直接入れましたね。ああいう距離感ですね、シンドラさん本当に距離感を取るの、こういった間合い取りもそうですけど、それが非常に素晴らしい。チラマツさんはこれです。裏に回っても表に落ちても、どっちにしろ地上相手の着地を壊して取るのが非常にうまい。ここをまくったのはかなり大きいか。序盤のペースを握りつつある白松さん、第2戦始め。玉でうまい、ローキックの先端を使っていった。 V バスの体格は元になったノーマルバスより一回り大きくなっておりますので、ああいう先端からこういうことが起きるんですね。しかも手に関してはおそらく爪の分が若干上乗せされているので、ノーマルバツが繋がらなかった今のドセンターローキックからの強パンチが繋がってしまうと、これがねコンパチキャラに見えて意外と必殺技もかなり変化が加えられてますし、そういうリーチ面においても若干変化が加えられていると、結構ね作り込めなかった開発時期によって作り込めなかったことも多いと言われているソフトでもありますが、こういうところはしっかり作り込まれている。これはヘリキルのかテーラースピッター、これは白松さん最高のスタート。シンドロさんはここから巻き返したい。まだ若干緊張の緊張状態が続いているか。この緊張がねいい具合に向かっていけばね集中力という形で発揮されるんですが、さあいかがでしょうね。お、食べるドラッグを食べる合法的なあれをeスポーツ食品を取り出しました。脳に直接ブドウ糖がいくラムネを摂取して、シンドロさんが狂気の淵に身を落としていく。強パンチ開幕。あれお互いザキと V バツはねお互い開幕から着地強パンチが届くキャラなんですけども、発生的にはどうなんだろうな。同じ狙いだったら今どっちも総裁で終わっていたかもしれない。どう、危ない、強パンチがヒットしたか。それで終わった、危ない、空中からのジャック・テッサー、あれはね、ユーリも取れるんですけども、落っこちるのがね、ちょっと前のめりに落ちていくんで危険はなくはない。おー、危ない、空振り、今のは不運、あれが刺さっていればまたかなり状況は変わっていたと思うんですが、倒しきれず、ここはゲージを、真空波動がね結構ねこのゲームたまに出なくなりますからね。ここからでも全然あり得る。ここからもうワンコンボで引き寄らせてしまえば、あ、うまい、今のはスタンチ回復のために熱波だったんですけども、1回ぐらい引き起こされてもいいやっていうので、白松さんがそのまま引き起こされても何もしていなかったんですけど、そこにエアバ攻撃を繰り出して、これは素晴らしい。そこからさらに地上攻撃で、スタンチを継続させてピオらせた、素晴らしい戦略ですね。さあここで巻き返せるか、1-0 空対空、バツシリーズは 空中での通常攻撃も強い。ここで、あー、小足が刺さらない。ガードは2人ともしっかりしています。そのガードを崩すためにどうやっていくか、うまい、空中くらいになった、ショルダータックルで中断。あー、危ない、今のは隙が意外とない。ローキック刺さってもおかしくなかったですけどね。あー、危ない、チャンシーを当てたけど
次に繋げられず、ここは落ち着いて熱血コンボ。ここでスタンチを回復させるためにどうするか。いいですね、今地上ダウンしてザキが引き起こし攻撃をしてきたら受け身を取る。これがあの現状一番。それでも完全に危機を脱出するわけではないんですが、安全にスタンチが回復できる範囲内での行動といえましょう。強パンまで出してきた。ザキはね、でも確かに横に長い空中、根性カウンターに適する技があまりないので、 V バスが結構強パンチを出していってもいいのかもしれない。ローキックで止めて、危ない。ジャンディが刺さる。あのジャンディはね、結構軌道も見極めづらいんですが、さすがにこれはピオリはしないでしょう。この最後の数ドットをどう減らしていくか。白松さんもここは慎重にならざるを得ない。あと10秒、中傷おっと、残り10秒にちょっとプレッシャーを感じてしまったか。ヤシャ車で仕留めきれず、ただ結果的には受け身狩り。さあこれでどう転ぶか分からなくなってきた。あー強パンチ今のですね。相手が踏み込んできたらもうそのまま地上コンボに行かれてしまう。あーうまい。コパコパで様子を見ようとしたところに、そんなことは許さないよと。浮かせ、あー空中技が出たところに空投げ。あれ一応技が出てても、あの投げ前の外、あ投げ前から、投げをやっていれば投げが優先されますね。うまい、これはうまい。あれはねしょうがない。あれは回避できる人本当いないですね。これで 0-3 となりましたが、まだまだ序盤と言えますね。まだまだ試合は始まったばかり。ここで、今のところ 0-3 と言ってきたんです。あー飛びを通した。こっからは俺のターンだよと。ヤンバカニの先制攻撃、熱波でスタンチを回復すると見るや否や、若干でも、ダメージを蓄積させておこうと、壊しを重ねる。これも選択肢の一つですね。うまい、空中攻撃を低空ガードしてそのまま反撃。あれは燃えジャスで気をつけなければいけない行動ですね。壊しを起き上がりに重ねておく。気合い弾弾で動かして対空をしていくというのが V バツの。おもろい強キック珍しい。あの位置関係で強キックを振ってしまうシンドロさんにはなかなか珍しい行動。まだやはり硬さが抜けないか。強負けた。これはおうまい。起き上がりの、埋め込み攻撃にキープラトン、キープラトンは、スーパーアーマー、入力からスーパーアーマーになりますので、重ねの、通常攻撃にめっぽう強いです。ああ危ない、ジャークデッサで降ってくる。あれをね普通にやれる勇気。そう今みたいに着地を攻め、今のはどちらが勝ってもおかしくはなかった。まあ危ない、空中くらいになって難を逃れる。あれを地上くらいにしてくるから白松さん恐ろしいですね。わあ今の用意ドン、一瞬待っての用意ドンで負けると結構精神的ダメージは大きいですが、なんで空中ガードをしようとしたらジャンプしたらなぜか背面くらいになっていた。何を言ってるか分からねえと思うが、俺も何をされてるのか分からなかった。うまい、危ない、地上くらいあれがあるんですね。うまい、うっ、今のはちょっと攻めが緩慢だったか。一瞬シンドロさん自身が何をやっていいのか分からなくなってしまった感じですね。浮かして弾、ここまでは完全に白松さんが支配している。あここで、あ開幕、今度はシンドロさんの強パンチがヒットした。おスタンチを
スタンチは捨てて、ちょっとでもダメージを取る方向に転向していったか。一瞬目を離した隙にもう体力が逆転している。今のは狙いすぎたか。強パンチを押したつもりが出なかったか。前強パンチになってしまいましたね。これで5戦目終わって、白松さんが1ラウンド先取。うまい。さすがに戦い慣れている。ここまではベテランの老快さが出ていますね。危ない。出しすぎたところに 8B の戻りに踏み込み、塔の白松さん見えている。バックしてからこうしっかりガードして出し切った。これですね、熱血コンボ。熱血コンボ出し切る出し切らない、この、ね、駆け引きが燃え出すではかなり重要ですね。技の戻り際のほとんど、終盤までキャンセルが効くもんですから、キャンセル来ないだろうと思ったところに次の技が降ってきたりするんですね。危ない。ここは地上くらい。殿下の包丁が抜かれたが、真空波動が壊れ、落ち着かないと本当に出ないんですよ。で出ない場合大抵隙だらけの攻撃だったんですね。これはここまでの展開は誰が予想したでしょうか。ゼロゼロになりましたね。これは頑張っていただきたいところ。ここでね、でもここで気持ちでやられると本当にそのまま持っていかれますからね。1ドットでも残っている限りは勝負は終わってない。この気持ちで、来ていただきたい。クー投げをねしっかり外しますね。ガシャグルマ、これはうまいですね。きっちり低空ガードして根性カウンター、マイクオープン、ジャンプマイクオープン。ザキのね対空壊しはかなり強いんですけど、 V 罰のジャンプ D がねそれに勝っちゃうんですね。ただ引きつけなければさすがに V 罰のジャンディといえども、ザキの対空をかわすことは難しいはずなんで、引きつけさせる引きつけさせない、その駆け引きをどうやるかですね。うまい。しっかり強キックを抜いて、これはラウンド取った。これは初ラウンドゲットか、2回目か。2回目、ここから取り返したい。勝利ペガス第2戦始め。こう対空投げうまい。相手がね技を出そうとしたタイミングで、やって投げをしてしまえば相手は投げ抜けできませんからね。ああいうところをしっかり狙っていきたい。ガードさしても十分というね、 V 罰のジャンプ攻撃ですね。しかしこれは地上の壊し合戦は本来ザキに分があるはずなんですが、あの精度で地上くらいをやられてしまうと今ちょっと何をやっていいのかわからない状態になってきつつありますね。こうなると一旦、ペースを取り戻してほしい。このまま焦って、ね、同じことやり続けてしまうのが一番悪いパターンかといって、秘策に走るタイミングなのか、そのあたりをここいらで何か賭けに出てくるっていうのはベテランファイター白松さんであれば予想はしている可能性がありますので、空投げ、あそこから空投げ決まるんだ。かなり投げ範囲が広いですね。空中で拾って、さすがにでも今さすがに5C のド先端だと前強パンチが、ね、外れることはあるんですけどね。白松さんもまさか外れるとは思わなかったのか、ちょっとやることが、分からなくなってしまった。これですね、コパン立ち壊しの、立ち壊しじゃないな、5
2A5A の 5B の連携はあの強力ではあるんですけど、攻撃をやはり2発出し切ってしまうということでジャンプには弱くなるんですね。まあ、その分隙の時間が膨大に、なってしまうということなんで、ここから落ち着いて弾を打つ。勝利、俺の名前を言ってみろ。このまま行ってしまうのか、それともここいらで意地を見せるか。まあでもね、さっきも言いましたけど、0級だろうが10級にしてしまえば、そちらの勝ちですからね。10先であるということを、ポジティブに受け取って頑張っていただきたい。まあ、オープニングキット、この光景はかなり目にしておりますか。そこからどうやってうまい、ジャッテさんジャンプ強と、今の空振りはきついな。ただ体力的にはまだ若干ザキがリード。強パンチかな、今のはうまい。青夏式、ヤシャグルマ対、反撃ですね。地上の、ヤシャ車を低空でガードして、当たらない位置で根性カウントをやると着地の硬直が少なくなるので、地上の、コパンなりなんなりが当たるようになるというメカニズムらしいんですが、なかなか成功しているのは、少ないですね。ここで一本選手まだですね。ただ2本取られなければその試合を負けたわけにはならないとはいえ、これねさらっとやってますけどね、さらっとやれる難易度じゃないですよ。あれ本当にまあ裏向きなんで振り向きの時間が考慮されるとはいえ、地上くらいになるタイミングで、しっかりと小足を出しておかなければいけないわけですからね。ちょっと早ければ空中くらいになりますし、ちょっと遅ければガードをされると。うまい、これはフライモーションからはどっちにしろ途中でガードできることは少ないゲームなんでね、ああやってプラトンをこすっておくっていうのが有効な。これは勝利。いや、そういうことを言っていると実現しかねないので、まあちょうどいいハンデ出せぐらいに思っておくのがいいと思いますよ。じゃあ実際ね、諦めたらそこで試合終了ですからね。ジェスカキはそう、こういうね、こういうところで勢いを持っていってもらいたい。ちょっとねここいら、あ、うまい、強パンまで出していったところに弱点差は出て、バックステップ押し、これがシンドロームの強み。若干時間が空いたので、ピオリはしませんでしたが、体力的には大幅リード。これはいけるのか、あー見えてる。これがあれですね、デンプシー破り破りならぬ青夏式ヤシャ車破り破りですね。一応あの確定するわけではないのであれなんですよ。うまい、小判で止めて、いやーその後に繋がらない、ちょっと流れが悪いか、確定するわけではないので、プラトンをこすっているとああやって、うわー出た、地上くらい。ここで1ラウンドゲット。ここで、あー飛びが、あージャックキックが入ったが、うーまい。このね絶妙のドット単位のねなった、あのそうなんですよ、あれ律儀にあの体に合わせて攻撃判定が下がったりするんで、
駆け出した後ろ足のスカルスカベルっていう神業的ディフェンスですね。今のはね、今のは面白いポイントですね。そういうところ本当にね律儀に作り込んであるので。ただでも勝敗が決まるラウンドでそれが起こったんじゃなくてまだ良かった。どんどんね、おーおい、まだあるよ。一ドットでも残っていれば逆転の可能性はある。うまい、前強で叩き落として小足に止まれた。このゲーム本当に全体モーションがね多いやつ、あのフレーム数多いやつが多いので飛びがね結構機能するんですね。ここから、ここからまだまだ、危ないローキックで潰される。うまい、2A、5B から、強パンをつなげてそこから単発確認していった。ああいうのができるとかなりバス側も動きにくくなりますが、さてどう、お、うまい、一瞬小足をガードさせて一瞬待って、もう一回小足、まあ、あの格ゲー全般でやる、ものではありますが、ここでキッチにジャクテッサ、強テッサを抜いて確実に取りに来た。うわ、反撃のモンスターシンドルさん1勝目、71と17となりました。しんどいローム。29連勤よりしんどいというお言葉が飛び出しました。アルフォンスを錬金した時より辛い、腕持ってかれるくらい。第一戦、あーこの音錬金失敗と、そんなちょっとね、そういう おバカ系は今日は控えると心に誓ったんだ。お、これは勢いが、流れが変わったか、ウォーズに投入で流れが変わったかっていうと流れが変わらないフラグになってしまうのでやめときましょう。あ、ジャンゴクビーが頭の先にヒットした、あの岩鳥ペンギンのような髪型の先端にヒットしましたね。ピオリはギリギリピオリはしない、しゃがみ投げ、ここで出た燃え出すの崩しの要、しゃがみ投げ、今季節して5、7、5になりました、あ、落ち着いている。ここはでも両者落ち着きたいところ。ただね、体力的にはザキリード、しかし V 罰にもまだまだ勝機はあるというところを、お互い、集中を切らさないでやってほしいところ。お、これはかなりこの体力差を考慮して勝ちに来た。投げ立って燃えジャスで君3回は聞く言葉。あー、うまい叩き落とした。あのね、先に着地して、上りジャンプ攻めっていうのは強力な攻めではあるんですけども、下に強い技を持ってるキャラはああやって叩き落とすことができるんですね。だから相手やキャラによって、どんどん前方を変えていく必要がある。ただ流れは完全に今シンドロさんが強パンで叩き落とす。あー、このしゃが投げを読むか。しゃが投げは文字通りしゃがんでる相手しか投げられないので結構ねボッタチに弱かったりするんですが、ボッタチをする勇気がそもそも求められるんですね。それをやった白松さんがすごーっと戻りに、今日小足の戻りに小足を刺していく鉄拳力。お、今が練り込んでしまったか。本来あの弱冠では反撃受けないはずなんですけどね、今のショルダータックル、京子先生だったらあの反撃できるはずなんですけど、他のキャラではフレーム的に間に合わない、思いっきりめり込んじゃった感じが。おー、うまい、強パンチ間に合う、とても良かった。ここで強キックを省略するのを怠ってしまった順調だぜ。今のはでもね、強パンチ、あの
当てて反応しただけでも相当すごいことなんですよね。最終戦始め。なので、あれはかなり、ハイレベルな攻防であったと。鼻先で、V バツの攻撃をかわして強パンチを当てた。そこから、強キックを空振りさせての反撃というですね、非常に見応えのあるやり取りでした。あ、強パン頭で落とせる。危ないか。この距離で飛んではならぬのですが、飛ばなかったらどうすんのという試合運びを白松さんがしてますからね。これは怖い。おー、体勢叩き落として、よし、あがみ投げを避ける。ここら辺の読み合いで白松さんがちょっと勝ちを重ねている感じがありますが、うわー、やばい。土俵際残した。これでも残ったのは大きいですよ。下までも死なない。危ない。あー、強パンチの空振りにしっかりと気合だ。どうした、俺の名前を言ってみろ。いや、早みんともかんとも。ちょっと待った。次が18ですね。1パチ第一戦1パチ、インパチ、インパチ。親っぱねでございます。あれはそこからね、2万8000に持っていくことが求められてますよね。今のはね、あの周りが煽ったせいで俺が自発的にあれですよ、おふざけ実況したわけじゃないですよ。俺のせいだね。とか言ってる間に体力が減らされてるじゃないか。あー、うまい。今の小足を刺した。バクステをかられた感じですね。これはこれで11バクステ、1126をするバクステによって、しゃがみガードをしながらバクステをすることはできるんですが、そうするとそれはそれでしゃがみ投げに弱くなってしまうので、11でバクステをするか、44でバクステをするか。ちょっとね、この裏回り壊し耐久が冴えすぎてますね。俺の名前を言ってみろ。これがハマり出すと白松は本当にね、何やっても崩せる気しなくなっちゃうんですよね。でもそれをやっても、それを言っても崩せないで済んでしまっては、うまい。こういうことですね。V バツはね、やっぱりあの球を打たざるを得ない、あの距離になると球を打たざるを得ないですから、それをしっかり、飛びで落としていけばこういう風にリードを奪える。うまい。そうですね、もう対空を追う、奪える両者相打ち。裏回り対空されるなら裏回りをされない位置で飛ぶしかないわけですが、あ、今度は強キックをはめている。日和はしないものの、体力、残り体力はあとワンコンボ圏内。なんならしゃがみ投げでも KO は取れるはずですが、ここは体力差。危ない。白松さんもここは狙いすぎたか。一戦取り戻して1-1としました。さすがにね、正面落ち壊し対空の先端だと次は繋がらなくなってしまうんですね。うわー、強キックが絡める。開幕強パンはね、素晴らしかった。空投げを抜けて、ここうまい。今牽制で壊しないし、小パンでも打ちたくなってくるところ、それを、スリプラで狩る白松さんの作戦でしたが、それをしっかりガードした。これはやはり流れは今進藤さんにあるのか。まーい。同先端の本当に数ドット手前だったんですね今。あれをねしっかり強パンチで拾える。このね、強パンチ単体を使ってきた。
これは V バツさっきともに有効な戦法ですね。お互い 5C が強いキャラなので。危ない、強パンチをガードさせて、ローキックがね効いてるんですよね。地味にあれでザキワがだいぶ踏み込みにくい。危ない、空中くらい、あーうまい。まだ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 決着には程遠い。ここからうまい弱点さ、踏み込みにくい状況。あと10秒、あーまずい。さあここで、リーチ、ボヘミアンリーチがかかりました。俺の名前を言ってみろ。これで1球になりましたね。さあここでこのまま終わるわけにはいかない。シンドローム、このまま終わらせたい。知らまー待つ、終わらせたい気持ちが強く出てしまったか。踏み込んだところに強パンチをもらった。相手が前ダッシュで踏み込んでくれてたので、この場合は、強キックも繋がるんですね。トライキック、強キック、テッサで牽制して、小足がギリ届かないあたりでちゃんと飛んでいる。この間合い取り合戦、弱弱牽制から、お互い技を振りたくもあり、振ったらこうなるという恐怖感もあり、ここはゲージを使っていく。体力を減らすことを選んで、危ない、着地際の打ち、あちょっと決めたい欲が出てきているか。白松さん、ここで最後の最後、残りの攻防どうなるか。危ない、あの位置をここをまくるか、まくれるか、まくった。これは実に白松さんにしてみればにんまりといった一戦。追い詰められた、あー危ない、振り向かなかった。さあ追い詰められたネズミが猫を噛むか。うまい、ただじゃ噛まれねえよと。産地を回復させない、動かして動かして、このしゃが投げを読む。体力を持ち直して、お互い3割減って4割減ってるといった。まだだよ、まだ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 残ってる、全然残ってる。あらーい、あー危ない、弱キックになってしまっていた。あー最後の最後、実況を挟む、ま、あの空気ですらない緊迫した最後でしたね。いやーハンターですよ本当に。これがプロハンターの矜持ですね。というわけで、今回始まりました、燃えろジャスティス学園10先勝負。白松さん VS シンドロームさんは10対1でシンドロ、白松さんの勝利となりました。おめでとうございます。いやでも星の数ほどの実力差は全く感じない好勝負が連発でした。じゃあ優勝の白松さんの一言お願いします。まあ、まずは対戦ありがとうございましたというところで、まあ、結果出ちゃえば、はい、だいぶ勝ってたんですけど、まあ、体力的にも全然リードってる試合ほとんどなかったし、実際ラウンド落としてるのも結構多かったんで、まあ、本当ギリギリだったかなっていうところが多かった。てか新郎さん去年から始めたんですよ、ね、1年でこんなにやられたら俺多分来年負けてるかもしれないからそうそうそう、あというわけで本当にこれからも楽しみにぜひお願いします。
ありがとうございました。じゃあこれから、通常の対戦会に行こうとさせていただきたいと思いますので、皆さんお楽しみください。ありがとうございました。